はい、こちらには本日ジャスダックから東証2部に市場変更となりました証券コード6062チャームケアコーポレーションの代表取締役社長下浦隆彦さんにおいでいただきました。下浦さん、おめでとうございます。ありがとうございます。今大変嬉しく思っている次第でございます。今日から東証2部銘柄ということになりました、はい、チャームケアコーポレーション介護付き有料老人ホームを事業として展開なさっているというふうに伺っています。はい、改めましてなんですが、その事業をより詳しくお話をいただきたいと思います。当社はですね、平成17年の4月に、はい、第1号ホームを開設しまして、はい、おかげさまで順調に事業も推移をいたしまして、はい、平成24年4月に、はい、ジャスダック市場に上場することができました。うん、そして念願でやりました首都圏の進出、4年前に、はい、果たすことができまして、まあ、現在に至っております。現在、まあ、近畿圏で、35ホーム、35、首都圏で10ホーム、10、合計45ホーム、うん、約3200室の運営をいたしておるところでございます。それで、まあ、ドメイン、ドメインですね、ご紹介しましょうか。当社の、ホーム名、このブランド名でございますね、はい、一番下にチャームとありますのはですね、はい、まあ、比較的リーズナブルなホームですね。そしてチャームスイートというのは、まあ、中間層の皆さんをターゲットにしたホームでありまして、はい、一番上のチャームプレミアというのはですね、はい、アッパーミドルから富裕層の皆さんをターゲットにしたホームでございます。はい、で今後ですね、まあ、ご承知のように、財政、国の財政というのは豊かではありませんので、うんうん、介護保険はですね、はい、これから縮小されていく傾向にあると思うんですね、うん、はい、そういう中であまり介護保険に影響されない、うん、ということで、まあ、この下に書いておりますように、うん、富裕層の皆さんを対象にした高価格、うん、まあ、高級ホームを、ターゲットをシフトしていきたいというふうに思っております。そうですか、はい、高価格帯高級ホームにターゲットを絞っていくというのが戦略ですね、これからのね。それで、業績の推移をですね、グラフでお持ちいただきました。ここに3つのグラフがあります。売上高、うん、経常利益、当期純利益、それぞれ5期間の棒グラフが並んでますけれども、はい、4本が過去の4期間の実績、そして18年6月期今期の計画です。売上高については順調に拡大していっていますが、経常利益は3期ほど前ですかね、15年6月期にはちょっとへこみがありました、はいはい、でもその後、まあ、V 字型の回復という形になって今最高利益更新中でよろしいですね。はいはい、これはですね、うん、はい、先ほどなぜこの3期前ですね、大幅に減益になったかといいますのはですね、先ほど申し上げましたように4年前、はい、首都圏への進出、首都圏進出、はい、この、まあ、首都圏への進出となりますとですね、非常にまあ経費もかかりますし、うん、それとですね、うん、ちょうどその当時、うん、大型ホームを首都圏で3ホームオープンしたんですね。はい、あ、そうですか。でこの有料老人ホームの宿命としまして、オープン前費用、はい、数千万かかります、うん、はい、そして1年目はですね、どの事業者さんがやられてもですね、赤字なんですね。やっぱり費用が先行しちゃうから、もう大きくですね、その期は首都圏の事業と、うん、まあ、支社の開設等でですね、収益をが、まあ、圧縮されたといいますか、ここでまあ4億円以上ですね、収益が引っ張られたということで、まあ、こういう結果になったんですが、これがですね、その後1年目は 100% 寄与しなかったんですが、はい、前期からですね、十分これ収益に寄与してきているということで、はい、まあ、首都圏の進出は、非常にまあ今大きく寄与してきているということですね。先行投資が今花開こうとしているということですね。それで、まあ、今期のですね、はい、中間期がこの間、はい、私ども公表させてもらったんですが、うんうん、一応中間期はですね、はい、経常利益におきましては売り、予算の約2割増しで今推移をしております。ああ、そうなんですか。はい、順調に経営をしております。予算を2割上回って推移して、はいはいはい、じゃあ通期も上振れの可能性がありというところでしょうかね。まあ、上振れとは言いませんけれども、予算を達成するように、はい、
あとまあ半期ないですけども、はい、頑張っていきたいと思っております。ありました、はい。そして、まあ、その好業績を支えております御社のですね、はい、特徴強みを、まあ、経営トップの立場から要約していただきますか。わかりました。当社はですね、介護的有料老人ホームに事業を特化して、はい、集中して、経営をしておりまして、この介護付き有料老人ホームというのはですね、一番、この売上収益の上がるビジネスモデルだと私は思ってるんです。なぜかと言いますと、有料老人ホームはですね、はい、3つに分類されます、はい、住宅型有料老人ホーム、住宅型、はい、それからサービス付き高齢者向け住宅、はい、これはいわゆる作工住ですね、はい、そうすると介護付きですね、はい、で住宅型と作工住はですね、介護保険が、はい、なかなか 100% 請求できない。なぜかと言いますとですね、はい、お客さんとお話をして、うん、どういうサービスが欲しいか、うん、お客さんがしてほしいというサービス、うん、そしてそれを提供したサービスしかですね、うん、介護保険が得られないんですね、請求できない。で当社も今、住宅型と作工住3箇所やっておりますが、はい、大体介護報酬の 60% しか取れないんですね。あ、そうですか。ところが介護付きはですね、サービスが多いとか少ないにかかわらず、うん、ホームに入居していただきますと 100% 丸めで請求できるという特徴があります。あ、そうですか。ですからですね、介護保険だけでも、ね、40% ぐらいですね、うん、介護付きの方が多く得られるということで、先ほど言いましたように、うん、売上収益の上がるビジネスモデルだと。そこには、はい、当社は、特化をしてやってるということですね。それからもう一つですね、当社の特色は、はい、いわゆる首都圏と近畿圏に集中してやってる、はい、このドミナント戦略を取ってるということですね、はい、近畿圏ではですね、大阪、京都、兵庫、奈良、はい、この4府県に集中しております、はい、首都圏はもうまさしくこの絵を見ていただいたお分かりのように、首都圏、ね、東京都、もう首都圏の真ん中ばっかしですね、はい、いうことで、なぜこのドミナントがいいかと言いますと、はい、例えばもうホームにはですね、突然スタッフが病気で休んだりとかあった場合にですね、はいはい、近ければですね、近くて応援をし合えると、このそういうシナジーがありますね、うん、それから入居者さんでも、ホームに入りたいと思っても満室だと、うん、はい、そしたらすぐ近くのホームに入ってくれませんか、うん、まあ、そこの待機していただけませんかという、うん、まあ、そういうような、スタッフの雇用の面、うん、あるいはその入居の面、うん、こういう面でのシナジー効果がある、うん、こういうのがドミナントの特徴だと思いますね。ですか。そして3つ目が高い収益力。そういう意味で、まあ、そういうことでですね、当社の収益力は私は非常にいいと思っています、はい、前期はちなみに経常利益 7.7% でございますので、はい、まあまあそこそこ、はい、介護業界の中ではトップレベルではないかなと思っております。それから入居率ですね、はい、これは前期 97% でございまして、うん、これはおそらく業界でもトップレベルだと、うん、3000室近く、まあ、前期は2000何百室だったんですけども、これだけ多くやってて 97% というほぼフル稼働、いないと思いますし、ね、今期のですね、中間期のデータでは 97.7% ということでございます。まあ、この入居率の高さと、うん、それから介護付き、うん、それからドミナント作戦、うん、こういうようなものをで、うん、非常にまあこれが収益力を高めてるんではないかなと思っております。そして今後のビジネス戦略、どんなことを考えられるか。今後はですね、はい、いわゆる首都圏、近畿圏がますますですね、はい、ニーズが私は高くなると思っておりますので、うん、この首都圏と近畿圏の好立地ですね、うん、どこでもやるんじゃなしに、はい、いい場所にですね、うん、アッパーミドルから富裕層を、うん、ターゲットにした、うん、いわゆる先ほども申し上げましたプレミアですね、プレミア、チャームプレミアを、はい、主にですね、うん、展開していきたい、うん、で下にあるホームがですね、一番左がチャームプレミア深沢、深沢、これ世田谷なんですけど、これは去年の8月にオープンしました、はい、そして真ん中がチャームプレミア田園調布、この4月1日にオープンしますし、はい、関西で初のですね、チャームプレミア三陰、ここも高級住宅地なんですけど、ここも来年の3月にオープンしますし、はい、まあ、
今日本3ホームですね、プレミアがホームがオープンしているんですが、この他にもですね、7ホームぐらい、今予定がされております。あ、そうですか。まあ、今後はですね、このプレミアシリーズをですね、中心にですね、規模の拡大を図っていきたいと思っております。はい、当然ながらそれでもって収益力も高まるということにつながっていくんでしょうね、きっとね。そうですね。分かりました。で、最後にこの番組を今見ていただいてます、投資家株主の皆さんにメッセージを送っていただきたいと思います。こちらのカメラからですね、まあ、このグラフを見ていただいてもお分かりのように、右肩上がりで売上収益が上がっていることがお分かりだと思います。これはただ、家庭で絵を描いたというよりもほぼですね、確定したホームの、開設はですね3年かかります。そういう意味ですね、ほぼもう確定した、ホーム開設をもとにした売上収益を上げておりますので、まあ、ほぼほぼ私は達成可能だと思っております。まあ、今後ともですね積極的に、投資をいたしまして、安定した営業成績経営をしていきたいと思っております。特にこの介護というのはですね、2060年まではですね右肩上がりで成長する事業でありますので、しっかりとですね、その、企画を立てて、計画をし運営をしていけばですね、私はこのグラフにあるようにですね、収益はしっかり確保でき、皆さん方にですね、の期待にですねお答えができるのではないかと、こういうふうに考えております。はい、本日東証2部銘柄となりましたチャームケアコーポレーションの代表取締役社長、下村隆彦さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。